はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、カリカンチについて解説いたします。このカリカンチ、すごくイメージしづらい部分なんですね。なんでこれをできるだけ分かりやすくですね、解説できればと思っております。で、まずカリカンチのこのまず漢字ですね。漢字って何かというと、土地区画整理が行われた後、それぞれの土地所有者に割り当てられる土地、これが漢字なんですね。ちょっと具体例出すと、こういった、使いづらい土地がありました。四角じゃない土地って使いづらいじゃないですか。これちょっと形が悪いですよね、どれも。だから使いづらい。また道路もこれ曲がっていて使いづらい。だからこういったところを工事を行って、工事って区画整理って言うんですけども、区画整理を行って、このように真四角の土地、また道路もちょっと広くして使いやすいようにする、これが土地区画整理事業っていうやつですね。で、これによって A さんは例えば、今回ちょっと具体例で言うと、 A さんはこの隣、ここの土地ですね、 A さんはここの土地を使うことができるので、結果的にはここの土地ですね、ここの土地を割り当てられるんですよ。つまり A さんの勘違いはここになるっていう話です、今回の具体例で言うと。また B さんについてはちょっと会議ないんですけど、例えばここを割り当てられるとかっていった感じなんですね。このように工事が終わった後に割り当てられる土地が漢字なんですね。で、その漢字が行われる前に、仮に漢字を指定しましょう、仮に漢字として与えましょうっていうのが仮漢字なんです。で、基本的にですね、工事が最後まで終わった後じゃないと、これらの土地っていうのは使うことができないんですね。もっと厳密に言ったら、工事が全部終わって完治処分っていうのが行われます。で、その後それが広告されるんですね。みんなにお知らせが行きます。工事が完了しましたよってお知らせが行く。お知らせが行った後、初めてこれらの土地って使うことができるんですよ。つまり使用収益できるってことになるんですね。全部の工事が終わった後じゃないと、これ使用収益できない。ただし、この工事の期間が例えば3年とか4年とかかかるってなってくると、初めの方に工事が終わった土地ってずっと使えないのもったいないじゃないですか。例えばここは1年で工事終わりましたっていうのであれば、残り2年も3年も使わずに置いとくんですか。これもったいないですよね。だから仮にここだけ完治しましょう、工事が終わった一部分だけ完治の指定をしますよ、これが仮完治なんですよ。仮完治だから、この工事が終わった部分についてはもう使うことができるようにしましょうっていう風な制度が仮勘違なんですね。で、また別の動画でもちょっとお伝えはするんですけども、じゃあ仮勘違の指定を受けたら、もう勝手に建物を建てていいのか、使うことができるのかっていうと、実はそうじゃなくて、知事とかの許可をもらって建てることができるっていう話です。これも一つのポイントになるので、頭に入れておくといいんじゃないのかなと思います。別の建築制限とかのところで解説はしていこうとは思います。で、今回の事例なんですけども、高地の所有者は A さん、お土の所有者は B さん。で、A さんは工事の結果、この隣のこっちの土地、ここですね。ここを割り当てられる。仮勘違の指定を受けて、最終的にはここの土地について勘違を受けるっていう流れになる。という具体例を出します。ただし、一番最初の土地区画整理法の概要のところだったかな。で、お伝えしたんですけども、勘違照応の原則っていうのがあるんですね。勘違照応の原則っていうのがあります。これはどういった原則かっていうと、従前の宅地と勘違っていうものは、位置だったりとか、位置って場所ですね、土地の場所だったりとか土地の面積とかを対応するようにしてくださいねっていう原則があるんですね。つまり A さんここを使っていたっていうのであれば、勘違も普通はここなんですよ。普通はここなんだけれども、仮勘違を説明する上でここだとすごく分かりづらいんですね。だから今回は分かりやすいように1個ずらしたっていう話です。で、これは便宜上ずらしたって考えていただければと思います。実際は大体同じところです。大体同じところ、今回は分かりやすいように1個ずらします。つまり A さんはここの工地を使っていたけれども、隣のお土について仮勘違の指定を受けた場合の具体例を出します。これがその図ですね。で、 A さんはこっちを使うわけなんで、ここ誰も使わなくなりますよね。
で、ここについてはまあ誰かしらが使うんですけども、もうここも話すと分かりづらくなるので、とりあえず A さんだけ考えます。A さんはここの土地から隣の土地に移りますよといった事例です。で、ここでお土を見ていただきたいんですよ。ここの土地です。今回はここの土地を中心に考えていきます。まず、従前の宅地について考えます。従前の宅地はここから左です。従前の宅地について、お土を使用しているのは誰でしょうか？これは B さんですよね。B さん。また、所有権を持っているのも B さんです。B さん。これ OK ですね。で、じゃあ、お土について A さんが仮勘地の指定を受けたってなるとどうなるかっていうと、まず所有権についてはこれ変わらないんですよ。お土の所有権は B さんなんですね。つまり権利関係は変わりません。抵当権が設定されていたというのであれば、このお土に抵当権も設定されている、それも変わらないんですよ。ただ変わってくるのは使用収益できる人が変わります。もともと B さんが使用収益してたけども、仮勘地の指定を受けることによって A さんがここ使用することができるんですね。 B さんはもう使用することはできません。仮勘地の指定がされると。じゃあ B さんはって言ったら、また別のところを仮勘地を指定されるわけなんで、まあ、B さんは違うところを使うと、まあ、いったイメージで大丈夫です。なんでまずですね、所有権については変更しないよ。仮勘地の指定だけでは所有権については変更しませんよ。一方で使用収益できる人が変わりますよ。ここポイントなんで頭に入れておきましょう。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したい、そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、ちょっと細かいことをお伝えしていきます。それが下の図です。どういった内容かっていうと、この仮勘地の指定をするときにこう通知して行うんですよ。通知します。 A さんに対して、 A さん、あなたはこれからはこの乙土地を使ってくださいね。これまでは高地を使っていたけども、仮勘地の指定があった後は乙土を使ってくださいねって通知をするんです。で、もっと具体的に言うと、効力発生日っていうのがそこに書かれているんですね。効力はこの日に発生しますって書かれています。なので原則としては効力発生日から A さんはお土を使うことができるんですね。なのでお土を見た時に、効力発生日前まではお土は B さん使いますよね。で、効力が発生した時から、仮勘地の指定の効力が発生した時からお土を使用収益できるのは A さんです。ここまで OK ですね。ただし、その通知の中で、この使用収益の開始日が別の日が定められているっていう場合があるんですよ。通常、効力発生日と使用収益の開始日って一緒なんだけども、使用収益の開始日がずれているっていった場合もあるんですよ。例えば、ちょっと工事が終わってませんとか、あとちょっとで終わります、あと10日ぐらいで終わります、みたいな感じで、ちょっと10日ずらして使用収益の開始日が決まっているみたいな場合があるんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、使用収益できる日がちょっとずれているわけだから、ちょっと使えないわけなんですよ。で、自分の土地っていうのはここあるけれども、これ別の人が使うわけですよね。別の人が使うから、仮勘地の指定の効力発生日に高地っていうのはもう A さん使えなくなりますよ。で、通常であればこっちのお土を使うことができるけども、あれ使えませんよって話なんですよ、お土。そうすると A さん、まあ、今言った10日間なんですけども、10日間使えない日が出てくる。つまりどこの土地も使えない、高地も使えないし、お土も使えないっていう日が出てくる。それはこれかわいそうですよね。だからこの部分については、施工者は損失を保証しなければなりませんよっていうルールになっています。使用収益の開始日を別の日に定めたっていうんであれば、その分は損失を保証してあげてくださいねっ
ていうようなルールがありますんで、これも頭に入れておくといいでしょう。まあ、今回は仮勘置について解説いたしました。勘置処分以降の細かい話はしてませんので、ここまでの話として、この仮勘置の指定があってから勘置処分があるまでですね、ここしっかりですね、頭に入れていただければと思います。すごく重要な内容なんで、ぜひですね、何回か動画を見ていただいて、頭に入れていきましょう。そして弊社は個別指導を行っております。個別指導についてはできるだけ分かりやすく具体例を出しながら解説していますんで、もし次の試験で絶対合格したいという方は一緒に勉強できたら嬉しいです。宅建試験は理解ができれば合格できる資格なんで、できるだけ理解できる部分は理解をしていきましょう。ただ実際この無料の動画だけでは細かい部分までまだ理解すべき部分たくさん話すってことはできませんので、それについては個別指導で解説させていただいておりますんで、ぜひですね、個別指導をご利用いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。